次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎてもゴーシュはまだやめませんでした。それからもう何時だかもわからず、引いているかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコッコッと叩くものがあります。猫、まだ懲りないのか。ゴーシュが叫びますと、いきなり天井の穴からポロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それは、カッコーでした。鳥まで来るなんて、何の用だ？ゴーシュが言いました。音楽を教わりたいのです。カッコー鳥は澄まして言いました。ゴーシュは笑って、音楽だと？お前の歌は、カッコー、カッコーというだけじゃないか。するとカッコーが大変真面目に。ええ、それなんです。けれども難しいですからね。